こんにちは、船橋市議会議員で駿台予備校の講師もしてます朝倉と申します。で実は駿台予備校の市ヶ谷校舎と医学部受験生クラスの方で、その受験生、高校生から1年経った受験生ですね、向けに講演会を行ってきました。でその内容は、医療に関わることが多いですけれど、医療に関わらず社会全般に関して若い人に何を訴えていくのかということで、さまざまな講師の方をお呼びしておりますので、それを今回YouTube で誰でも見られる形にアップしていこうということでインタビューをさせていただいております。その第1回で小川康さんにインタビューをさせていただいております。で小川康さんはチベット日本人唯一のチベット医として、認定されている人で、チベット医に住むまでのこうきっかけみたいなのはどんな感じだったんですか？じゃあ1時間コースをちょっとだいぶダイジェストにして話すと1970年で富山県の高岡市ってところに生まれたんですけども、まずやっぱりその生まれた環境とか家族に、三つ子の魂なんとかじゃないですけど、だいぶ影響されると思うんですけども、田園地帯なんですよね。田園地帯に生まれ育った性格、なんかこうものってあると思うんですよ。山に育つ、やっぱ海って分かりやすいじゃないですか。本当見渡す限りの平野なんですよ。三居村と呼ばれるところですね、の端っこだったんですよね。で家族が全員小学校の先生という、ある意味偏った家庭環境でそこで育ったということが大きいですね。で富山というのは非常に教育圏、つまり進学率、僕の当時、今は分かりませんが、当時全国ダントツ1位、だからあまり悩むこともなく、とりあえず進学校に行って、そして、そのままなんとなくっていう点数が東北大学薬学部に進んだって感じですね。で国立大学、しかも、旧七帝大と言われますか、圧倒的にいわゆる有機合成化学、研究の色が圧倒的に強いんですよね。ですからほとんど東北大学の当時の卒業生は大学院まで行って、そして、武田三強などを手に行くっていうのはほぼ、しかも当時バブル全盛だったんですよね。そういう意味では、どこにも就職に関して悩むことはなかったはずだし、僕自身もいろいろ話聞きました、けども、多分すごくバブルも含めこう言ってたからこそ、その自分の中で大きなカウンターが起きたのかなって気もしますね。今の時代だったらそのカウンターっていうのが中途半端に行き地に達しなくて起きたかったかもしれない、実際今インタビューしながら聞いてて、全く私も同じだったんで、それで私の時代は本当に東大、東大だったんですけど、その大企業とか、官僚とか、バブルが弾ける前ですから、そうですよね、就職バンバンみたいな時代だったんですが、私もなんかこう主流にこういう、そういう道に進むのが嫌で、結局大学の卒業間際にフィリピンにボランティアに行って、それで就職活動は放棄して、それで予備校に勤める形になったんですね。似てますね。そう、非常に。それでそういう、普通主流的な就職ではなくて、違う道に進まれたんですけど、そこでチベットの話に出会ったのはどんな経過だったんでしょうか？22歳でドロップアウトしてというか、アウトローな生活を始めて、その間6年あるんですけども、その間にそういうボランティア的な教育施設に2年間、で2年間半だけ小さな薬草会社に就職して、またその反動といいますか、農業を2年間やったりして、点々と、比較的こう流浪の時代でしたね。その時代の果てに、これもやっぱりバブルの、というの時代のカウンター、当時は僕はテレビは見てなかったんですけど、日本全体が猿岩石、沢木耕太郎による、なんとなくこうアジアで、多分僕は知らなかったんですよ、そういうの。だけどやっぱり流されてたんでしょうね、実は、後で振り返って自分はやっぱりそういう流れにあって、だから親とかも周りの人も、あなたも行くのねみたいな、そういう時代の雰囲気の中で、アジアにみんな目が向いてたというのはあるけれど、なぜ特にチベットだったのかという、意外と大きな決断するときって大きな自覚的な理由ってないことが多いと思います。確かにそうです、みんな後から振り返って、今の状況に鑑みて答えを、それもみんな正解のような気がするんですよね。だからなんかイチローとか大谷翔平が大リーグに行ったような、はっきりとした理由はないと思うんですよ。だけども、当時
ぱり一つにこうやって言うならば、みんな例えば薬剤師だ、うん、東洋医学だ、じゃあ漢方だ、うん、漢方みんなやってるしなみたいな、もうすでにでその時にたまたまあとチベット医学っていう本に出会って、うん、あとちょっとしたプチチベットブームだったんですよね、うんうんチベットというものが今まで全く触れることがなかったのに、うん、こっちからちょっとチャンネルを開けると意外と目に入る、正直必然性はなかったんですけど、うん、なんとなくそうですか。チベットに行って1年っていう単位で考える人間じゃなかったんで、3ヶ月行って帰ってこようかなと思って。ああそうですか。それでチベットに行かれた時は別にチベット医になろうと思って行ったわけではないですね。全くないですね。でまあ、つまり チベットという社会を3ヶ月くらい体験してこようと思って行ったんだけど、 それがその結局何年になって、まあ、チベット医まで行ったんですよね、うん、それどういう経過だったんですか。それももう運命論的なことを言っちゃえば、はい、あの今流行りの何ですかね、受動体的な生き方なんですけども、うん、そうなってしまった、うん、と言ってしまうとインタビューが終わってしまうのでもう少しじゃあその中に能動的なものは何かというと、うん、多分この皆さんのイメージと違うと思うんですが、すごい学問で、僕はやっぱ学問が好きだし、うん、好きだと言っちゃった、うん、で多分浅草さんだってやっぱり東大、うん、でそういう意味では、うん、ものすごい学問がそこにあることを自分が感じ取れたんでしょうね、うんうん、それはちょっといやらしい言い方すると、かつて自分が受験勉戦争を勝ち抜いて、うん、で東北大学まで行ったからこそ、そのチベット社会にあるすごい、え、こんなすごい山があるんだって感じですね、うん、学問の、うんうんうん、それは、まあ、音楽でもスポーツでも何でも似たようなことかもしれません。そう、海外に行った時にうわすごいって感じれる自分、うんうんうん、それがチベットにありましたね、うん、こうなんていうかスピリチュアル的なとか神秘的なものに皆さん惹かれますが、うんうん、僕はどちらかというとすごく実存的な学問の、うんうんうん、膨大なる学問のその奥深さに見せられたですね。それで実際メンツイカンですけど、うん、あの実際のチベット医学大学のことをメンツイカンと言います。こうな行くことになるんですが、 その経過とそのメンツイカンでどのような形の学びだったのかという、もうメンツイカンというのは向こうではまあエリートたちが行くところで、医学生ですから、そこで4年に1回しか入学試験を行われない。それはなんで4年に1回かというと、別にオリンピックを真似たわけではなくて、そもそもそれほどの需要がない、うん、なぜなら母体となる人口が少ないから、うん、だから4年に1回募集すれば、まあ、程よくバランスが取れる、うん、で25人の席に、私の時には書類選考で500人、うん、で実際280人、倍率10倍っていうすごい中で、まあ、私はやっぱりそのものすごい試験でした。4日間にわたる、うん、壮絶な朝から6時間ずっと書き続けるっていう、しかも地べたで試験だったんですよ、うんうん、なんかそれが他の人から見るとと思うかもしれないけど、やっぱ楽しかったんでしょうね、そこのトライするっていうのは、うんうん、しかも圧倒的なアウェー感という、つまりだって外国人として、外国人としての別にその特別なアドバンテージがあるわけじゃない、うん、全く彼らと同じように筆記体で文字を書いて書きなさいという、うんうん、そこにやっぱチャレンジャーとしての何か教授を見た感じですね、うん、チャレンジャーとしての何かアドレナリンが出てきて、うんうん、で落ちてもともと、落ちてもともと負けてもともとって楽ですね、ちょっとね、うん、医学部の受験生向けにあのいろんな視点を持ってもらいたいと思って、うん、小川さんにチベット医学とか薬草の話をしていただくんですけど、そこでも語っていただいていることなんですが、うん、まあ、実際の山に行って薬草を取るとか、うん、そこら辺の話をぜひお聞かせください。そうですね、はい、まあ結局医学って僕はそれほど国境がない民族性も、つまり患者と医者が対峙する場においてそれほどの特殊性って僕は生まれないと思うんですよね、患者に向かい合うってことにおいて、何かみんなテクニックみたいことがどうしてもこう宣伝されますが、ただ一方でその医者になるまでの過程ってものすごい全然違うんですよね。これ多分例えば意外とドイツとかフランスとかイギリスもそうですが、意外と教育課程って違いません、うんうんうん、だけど結局企業に入ると、うん、まあ一緒って変ですけど、うんうんうん、だけどもそこはかとなくその教育の違いによって何かが
違いが生まれると思うんですが、うん、明らかに違うその教育体系を日本の人に紹介した、うん、だとすれば僕はもういつも3本の柱と言ってまして、まず山に行って1ヶ月間ひたすら薬草を取ってくる、うん、で一つはもうプライベートの全くのない寮生活、うんまあ、だからというも別に向こうはそれを意識してるわけじゃなくて、そうせざるを得ないからそうしてる。そうすると人との無意識のうちまでに人との距離が近くなる、うん、で最後はやっぱり暗唱、つまり文字という世界を離れていくんですよね、うん、文字という世界を離れることによって必然的にやっぱり患者との距離が近くなる、うん、で身体性もこう若干こう前のめりになる感じ、うんまあ、このやっぱり暗唱、薬草、そして寮生活、うん、この3つ、まあ、日本に紹介したいって感じですね。医師の国家試験の違いというか、うん、日本の、まあ、あの医学部に入ると相当の知識量をため込んで、医師国家試験を受けて、うんまあ、医師になるわけですが、その医師国家試験は別に民衆が見てるわけじゃなくて、あのそうです、ね、2月の9日あたりだと思うんですけど、まあ、あるところで国家試験が行われて、はいまあ、医師国家免許は、うん、あの受けられるんですけど、チベット医の、うん、その国家試験というか医師に認定されるプロセスはどんな、うん、試験があるんでしょうか、はい、これもね、今2024年10月ですが、もう喋ってる時点でチベット医学の人たちも結構近代化の方に憧れて動いてる。で僕が今から話すのは結構僕らが僕がいた2000年代、まだ原理的だった時代の話なんですが、うん、最後、まあ、8世紀に起源を有するこんな分厚い古典なんですよね、うん、その約10万文字あります。その古典を目をつぶって民衆に囲まれて、まあ、ひたすら早口言葉で暗唱するという、まあ、とにかくものすごい特殊性のある試験ですね。現代医学っていうのはある意味数字、まあ、いわゆる検査結果自体も数字、そしてその人の能力も数字、うん、僕たちも共通センター試験から含めてずっと数字、うん、一方で、まあ、考えても日本のスポーツも数字ですよね、うん、だけど今チベットの医学はもちろん数字の部分を作ろうとしてるんですが、どのようにして暗唱するのか、その暗唱するその身体性、うん、堂々たる、うん、それを見て、あ、民衆の人たちがこの人は医者なんだって思う、うん、決してその数値化されてないものに対する価値観、うん、っていうことは大きいなって感じますね。8世紀に書かれた渋い点をひたすら暗唱、はい、3時間半でしたっけ、4時間か5時間ですね、4時間ぐらい暗唱して、それをまあこう民衆の人がみんな見てる中で暗唱するってことですよね、はいはい、ただちなみに民衆の人たちはそれ全くほぼ理解できません。僕らがよく例えですると炊事の競り市場に行った時に僕らが全く分かんないけど、あ、まああれぐらいだけど雰囲気は分かる、雰囲気は、この人たちすげえなって感じだ、だから結局その民衆の人たちもその4時間5時間ずっと付き合ってるの結構大変なんだけども、まあ、こういうもんだ、うん、文化として、うん、まあ、そこは皆さん立ち合うってことですね、うん、やっぱり人がいないとアドレナリン出ないですね、うん、そうですよね。それで、まあ、チベット医としてなられて、うん、まあ、チベットにそのまま残って向こうで活動するってこともありえだと思うんですが、そうはせずに日本に帰ってこられた理由というのはどういうことなんですか。もうそうですね、本音と建前じゃないですけど、うん、まあ、現実的にまず向こうで残って働くというのはビザの問題を含めかなり無理なんですよね。と、もう一つは例えとして、ちなみにこうチベットのチベット社会では例えがすごく大事なんですけども、日本の銀座とか一流の寿司屋でやっぱり外国人握ってると失礼ながらやっぱりちょっとやっぱえっと思いません。そんな感じだと思ってほしいんですよね。だから向こうにいて僕がまあ、正直頑張りましたけども、ずうずうしくもじゃあそこに入れるかっていったら、それは自分がやっぱりそれはあここにいては自分はいけないんだという身を引く姿勢こそがさすが小川だと最後一応感心されました。そういうことちゃんと僕は言語化したんですよ。これは外国人がこのまあ1週間2週間研修的なものとか、そう研修としても1年間研修しましたけども、さあこれはチベット医アムチって言うんですか、アムチだっていうふうにチベット社会にどしっと腰を下ろさないことこそ10年間やって感じました。ここにいてはいけないんだみたいな感じですね。それで日本に帰ってこられてからはどういう経過で、まあ、今も全部こう後出しじゃんけんのようにこう出来上がってるようにいますが、もう、これは間違いなく大変でしたね。やっぱり日本帰ってきてから何の、もちろんどこからも声はかからないので、まあ、大変でしたね。講演
活動したいと思っても若手芸人と同じで、まあ、最初の1年目なんて 2,3 回ぐらいしか声かかんなかったんじゃないかな、まあ、そんな中でちょっとだけ、まあ、富山の配置役っていうのをまあ試しに始めてみたりとか、試行錯誤の2年間ぐらいでした、やっぱり今日の話の元に戻るんですが、あ、自分教育家庭に生まれ育ってて悲しいまでに教育的な体質がついてる、やっぱり教育学だ、ここが大きな分岐点だったかもしれない、その教育学だっていうふうにひらめいた時も、で早稲田の教育学の山西先生っていうゼミのを叩いて、まあ結局僕が文章にしてもこう喋る時に、まあ、我ながら自分で言うのもなんですが、まあまあ整理されて喋れるのはやっぱり一回修士論文としてしっかり落とし込んでるからですね、そしてその時に、まあ、1年間は東京に住んだんですが、やっぱり自分が喋って修士論文で書こうとするのは、結局このさっき語りましたチベット医学の教育をどう日本の社会教育学教育に落とし込むか、だからまず自分がやっぱりチベットそれを語るべき環境に住まないと説得力はないということは、これは後出しじゃなくて自覚してました。で探した時にこれもね、結構僕実家が富山なんですよ、でおそらく仕事が一番多いのはどうしてもやっぱり富山なんですよ、上田って新幹線見てください、ぴったり真ん中なんですよ、つまり真ん中なんですよ、どっちにも。で長野に真ん中に住みながら、っていう感じで今ワークショップ講演会、森の薬塾で現在やられてる活動の、まあ、代表的なものをちょっと どんなことやられてるか。一番は、活動と呼べるものはおしゃべりですね。おしゃべり、それも、まあ、昔のきっとお寺とかがそうであったように、予約がなく別にそこにもちろんお金が発生するわけでもなく、近所の人とか、もう近所の人というか大体友達、自由業やってる友達とかが、喫茶店に来るような感じでうちにおしゃべり来るケースが圧倒的に多いですかね、まあそんな感じだとは、この間もアメリカ人の人が88歳の人がどうしても来たりつって来たり、でそこでおしゃべりをして、おしゃべりしてる中で何か、まあ偶然偶発的な気づきとかが勝手に起きればいいなという。薬草実習的なこともやってるんですか？それはまあワークショップ的な感じで依頼されれば好きに、そうですね、何回かやってますね。それで、まあ、やっぱりお互い教育というのが共通点で、やっぱりこのチベットの社会のなんていうかなで学んだことを日本の社会にどう生かしていくかということで、それを若い世代に伝えていきたいという、まあ、伝えていきたいということもありまして、私が駿台の一概講者でやってます、医学受験生の講演会に、今もう10年ぐらい以上ですよ。2010年からじゃないですか。そうですね、お話しいただいてるんですけど、その実際に医学部受験生たちに話していただいた内容の一つ紹介していただきたいんですけど、その、まあ、実際に森の薬塾でも実習的なこと私もやらせていただいたことあるんですけど、その木肌を例にして実際にどういう成分でどういうふうにして作っていくのか、そこら辺の話をしていただければ、日本人が、まあ、有史以来最も使われてきた薬草、その一つが、まあ、木肌、生薬名オオバクと言いますよね、このオオバク、まあ、例えばドラッグストアに行くとその有効成分の一つであるベルベリンが目薬、打ち身湿布薬、もちろん胃薬、さらにかつては歯磨き粉、さらには畜産の薬などいろんな用途が広い薬なんですよね。その薬をまさに薬草をゼロから、まあ、つまりその山の中で木肌を見つけて、そして伐採して剥いで煮詰めてという、まさにこうゼロからこう一つ薬を作っていこうということが、教育学、医療の教育学的に非常に有効ではないかと思ったんですよね。いろいろやるよりもまずは一つに焦点を絞り、そうするとみんな心に残りやすくなるっていう一つの象徴として、でしかも染色をした時にとっても綺麗な、その名の通り黄色い色が出ますという意味において、とても有効な教育なツールですね。で、小川さんのその森の薬塾のことなんでしょうけど、まあ、最近この、別冊対応という2024年の7月発行の中に、まあ、小さな
平井に住むという特集が流された中に、はい、小川さんなんかエッセイを書かれたみたいなんですが、どんなこと書かれたんですか？そうですね、はい、僕この別冊太陽はもちろん存在は知ってたんですが、まあ、どちらかというと芸術的な、まあ、イメージ、うんうん、っていうのがあったね。その中でしかも平井特集、これたまたまかもしれませんが、今私の森の薬塾というのは木を切って平屋で伝統工法で建てた、まあ、そんなつながり、その中でタイトルが薬草と学問のアジールということで、アジールというのは、まあ、今本当に必要とされているところでしょうかね。いろんな人が聖域としていわゆる宗派、国、イデオロギー問わず逃げ込める場所、安心して場所、そういったものとして森の薬塾が今平屋の山の中にありますよという話です、うん、はいはい。で、私あの、まあ、あの市議会議員をさせていただいてるんですけど、その中でやはり医療費が、どんどんかかっていくということが問題になってます、うん、でやはりあの、まあ、できればできるだけ健康的な状態を保っていただくのが一番いいと思いますので、うん、その意味でそのチベット医学というかチベット社会で学んできたことで日本の自治体の健康政策みたいなのに、あ、そこですか、はい、まあ、政策に関しては僕はあまり多分それほど大きく出れるとこはないんですが、うん、今実はなんていうか例えとしてタイタニック号みたいなものでして、どんなに政策があろうと今、うん、現代薬も含め、そして特に例えば漢方薬に代表される薬草、日本の自給率は皆さんが知ってる以上に危険なんです、うん、僕はもうそこにそもそも施策そのものよりも皆さんもう薬がなくなる、うんうん、でさらにもう一歩踏み込むとそれはそれでちょっと天の弱点に考えるといいかも思ったりね、うんうん、それはどうしても戦後、まあ、1961年の国民皆保険制度以来、うん、私たちはものすごく当たり前に薬がある世界に慣れちゃってる、うんうん、でも一方で私たちはそのベクトルを受け身側からじゃあどうやって私たちはその薬を獲得できるんだろうかというそのベクトルを変える、それが僕今意識であるところですね。それはどうそのいわゆる政府を批判するんではなく自分がどれだけその薬作りにその自給率にもっとこう能動的に自分が参加できるか、まず参加できる第一歩としてとてもいいツールが薬草なんですよね。私たちが一人一人が庭で少し栽培すれば、一人一人が薬草、木肌、オーレン、紫などの鑑別する力が上がれば、資本主義経済ではないそこの枠から超えた潜在的な自給率が高まる、うん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 、しかもこう朝倉先生がいれば青カビがあればとりあえずペニシリン作れそうな気がいやそういう知恵がね、これは昔漫画でジンっていうのがあってね、あの中にも描かれたのもすごく影響力あると思いますが、うん、私たちはそういうことを少し怖いと思う、その薬が医療費が何かこれから医療保険が崩壊するっていう不安感に苛まれるよりも、むしろ前のめりになって少しだけでもワクワクするような感じが、なんですかね、停電の時にね、なんかろうそく立てたり乾パン食べるの楽しく、まあ、確かにね、うん、そういうことをちょっと植え付けてくれるのがチベット医学的な教育であり生き方かなと思ってますね。でワクワクすると思うんですよ。やっぱり受動的に、あの本当医療の世界ではもう患者は受動的に受ける側じゃないですか。でそれが、まあ、患者自身が患者とか患者に なるかもしれない市民自身が少しでも薬作りのプロセスに、うん、まあ、ちょっとだけ介護メディアだけでも少し能動的になると思うんですね。そうなんですよ。例えばオーレンっていう薬草、うん、これすごく地味な薬草です、うん、例えば今回の災害地の能登にもあったと思います。そういう時にオーレンがあればそのオーレンを掘り取ってそれを煎じてみんなが飲むだけで感染症はだいぶ防げるはずです、うん、もちろん、まあ、抗生物質とかあればもちろんいいんですが、ないという仮定した時にむしろその時に あのおっちゃんかっこいいなってなんですよ、うん、あのいつも酒ばっかり飲んでたらよくわかんないけどおっちゃんがうわオーレン俺取ってきたるわと、うん、もしたら木肌今切ってやるわとかって木肌を、まあ、冬の間に切っても取れないんですがまあ例えばね、そんな時に今までこの人がおっちゃんおばちゃんたちが大活躍するんじゃないかと思うんですよね、うん、そういう時に学者という一つのヒエラルキーがなんか崩れたらこれはこれで面白くないですか、なんか、うん、そうですね、うんうん、はい、どうもありがとうございます、はい、はい、ありがとうございました、ありがとうございました。